乗るの楽しいです、初めて来ましたね、バイク王の新横浜店。前からちょっと気になってましたけれども、ちょっと今日はね、初対面するバイクがありまして、ちょっと僕が今から購入しようかなと考えているバイクなんだけど、テンション上がるわ、音がね。所狭しとバイクだらけだね。あ、出たアフリカツイン、ホンダアフリカツイン。やっぱね、こういう大人のバイクだよね。やっぱなんかこう本当にバイクで楽しむ、もうあちこち日本中世界中どこでも走れるっていうバイクですからね。ツーリングしてる人たちこう見てると結構乗ってる方いらっしゃって、本当になんか乗りやすそうだし、あちこち行けるんだろうなと思ってね。僕オフロード全然今まで乗ったことなかったんですけど、ヤマハの WR250R 乗ってオフロードの素晴らしさに気づきまして、荷物もいっぱい詰めるしね。もうキャンプももうし放題だね、これキャンプもし放題。この安定感とね、この地面にこう吸い付く感じすごい動く椅子だなこれ完全にモビルスーツですね。この大きさがまた確かにこのタンクの感じとか、このすごいこう安定するんですよね、乗ってて。初めてまたいだ。いやいいな、ちょっといつかやっぱこういう1台欲しいよね。かっこいいなこのトライアンフも。やっぱりちょっとこの前傾姿勢の方がしっくりくるのかな自分は。かっこいい。もうダメだここダメだこれダメだねこれ、いろいろ見ちゃうね。目移りした方多いですね。目移りするね一つに決めてきてもダメだねー僕がちょっと今悩んでるバイクはこれです。 Z900RS 川崎、はい、人生初の川崎のバイクなんですけど、はい、僕やっぱり川崎ちょっと憧れちゃうなと思って。なら一度はとはいえど旧車に行くちょっと度胸がなくてですね、やっぱり中身最新で外観をもがっつりザ川崎にしたくて。ただもう本当ね、ツーリングしてたらあっちこっち走っててかなり人気あるんですね。そうですね、かなり発売してすぐからずっと人気があって、もう当時は出たての時は新車もかなり待つようなというのを聞いてたので、いや実はちょっとこのバイクをカスタムして、昔のなんかこう Z1 とかのなんかこう仕様にもう本当にフルカスタムしたくて、ベース車を探してるんです。ベースで、はい、だからなるべくなんか車体のいいやつをちょっとこう見つけに来たんですけど、もうねカラーから何もかも変えたいんですよ。あ、カラーも、はい、もうホイールもがっつりマフラーも全部変えようかなと思って、だから本当のベース車をちょっと探しに来たんですけど、ベースを考えればこちら側の車両の方が年初2019年式で距離が26キロ ほとんど新古車26キロ鶴野の26僕車ほとんど26なんで、それはなんか呼ばれてるようなバイクですね。あいいですか、変えちゃって
やば。買います。これください。もうなんか今聞きました。こんにちは、待ってましたって言われましたね。今完全にもうこれ買いでしょ。ほらもう挨拶してるもん。うわもう対話しちゃったなこれ完全に。すごいな、対話しちゃったな。これはちょっとこれ言っちゃっていいですか。本当に本当に本当に言っちゃいます。いいですか。いやもうずっとね、もう欲しかったバイクだから、はい、もうただもうまたがって、あもうこいつだなと思った。はい、こいつですな。ほら返事してるもん。よろしくって言ったもん今。よし、じゃあこの子ベースにしよう。うん、じゃあこれちょっとお買い上げでいいですかね。いやいやもう一連で撮ってもらって、全く構わないです。全く構わないです。大丈夫です、男に二言はありません。